山梨県の北西部、長野県との県境に位置する北杜市は、四方を八ヶ岳、南アルプス、富士山などの山々に囲まれた自然豊かな町です。市内には観光スポットが多数あり、車で東京からおよそ2時間、名古屋からおよそ3時間とアクセスも良いことから観光客も多く訪れます。しかし平成17年をピークに人口は減少傾向にあり、高齢者の割合は県内でも高く、高齢化が進んでいます。また一人暮らしの高齢者が増え、自家用車を持っていないと移動できないという交通弱者も増えています。北杜市は東京23区と同程度の面積があり、居住地が広い地域に分散しているため、公共交通機関だけでは全てをカバーすることはできません。また公共交通機関の利用者の多くは高齢者や学生など、自家用車での移動が困難な方々です。そのため地域に合った交通体系の再検討が急務でした。そこで北杜市はオンデマンド交通サービスの導入を富士通とともに進めることを決めました。富士通のオンデマンド交通サービスは、デマンド交通、自家用有償旅客運送などの移動サービスを提供している事業者様に必要な予約受付、運行管理などの業務を支援する機能をクラウドで一貫して提供するサービスです。本サービスを導入することで、自治体様のシステム導入、維持管理コストを抑止、交通事業者様には運行管理業務の負担を軽減、地域住民の利用者様には効率的な交通網による利便性の高い移動サービスを提供します。またオンデマンド交通サービスの導入に際しての現状分析、運行計画作成支援から実運用に向けての導入支援・評価、運行開始後のレポーティングアプリによる運行実績集計や、運行実績データをもとにした運行計画の見直しまで、地域公共交通の再編から定着に向けた一連のプロセスを PDCA サイクルでご支援します。まずはですね、北杜市に関しましては広範囲に人が点在して住んでいるっていうのが挙げられます。中心市街地もほぼなくですね、集落がこう点在し、人がこうバラバラに住んでいるという状況が非常に公共交通を考える上では非常に不利な状況になっています。現在もですね、市民バスとして路線バスを14路線工夫をして運行しているんですが、なかなか路線バスではカバーしきれないところが多く存在します。そういったところで、じゃあ路線バスを補完する交通は何なのかというところで考えてですね、一つ可能性としてデマンド交通を考えていたというところがあります。デマンド交通を導入するにあたってですね、いろんな全国のデマンド交通の方式を調べさせていただいて、その中で北杜市の在り方を探ってきました。大きく2つの方式があるというところで、フルデマンド方式とセミデマンド方式というところが出てきまして、ただ一方で住民さんとかと話しててですね、そうは言ってもでも電話をしてある程度こうリアルタイムに近いような形で将来使えるようなこともやりたいと、将来的に利便性を上げるっていうところもできるようなものはないかというところを探していったところですね、富士通さんはそれを組み合わせたハイブリッドデマンドというものがあるというところで導入を決めさせていただいたというところがあります。今回住民さんと行政とあと交通事業者さんに、そこに富士通さんというか、システム事業者さんというかですね、加わっていくいただけることの中で、僕らでは手が届かないデータの少しその分析の仕方の支援であったり、あとはその富士通さんが知ってる他の事例とか新たな取り組みとかですね、他の自治体ではこういう工夫をしてシステム使ってますよとかですね、いうようなお話を聞かせていただいたりとか、そういった支援をですね、今回の導入時もいただきましたし、
今後もまあそういった支援ですよね、データであったりこういう事例っていうところを支援が受けられるというところで、まあこれから改善していくにあたってまあ手厚いなというところはやっぱりすごくメリットだったなと思います。富士通オンデマンド交通サービスは地域住民の方の最適な移動手段の実現を支援するとともに、ファーストワンマイルやラストワンマイルの移動サービスをデジタル化し、鉄道やバスと接続できるMaaSに発展させ、最適な移動サービスの実現を目指します。